79球。打たれたヒット4本ですが、そのうちの3本が3回に集中しています。2点を失っています。たびたびスリーボールにはなるんですが、まだフォアボールは与えていません。吉田さん、はい、増渕投手について荒木、コーチから、コメント入ってきました、はい、立ち上がりは素晴らしかったんだけどな、ここから踏ん張れるかが彼の課題でもある、こちらもここから注目したい、成長した姿を見せてほしいねということでしたね、はい、非常に期待がこもったコメントです。2点タイムリーツーベースを打っている森本から始まります6回のベイスターズの攻撃。ベイスターズとしてはこの回追加点が欲しい状況です。森本選手のコメントも入ってきました、はい、先制2点タイムリーヒットの時、打ったのはスライダー、須田に打率抜かれるかもしれんやんということでした確かにピッチャーの須田、いいバッティングでヒット打ちましたしね、はい、現在の森本の打率1割7分9厘とセリーグに来て苦しんでいます。ただ昨日もタイムリー、今日もタイムリーと状態が上がってきているようです。パリーグのピッチャー、そしてセリーグのピッチャー、パリーグの野球、セリーグの野球と、若松さん、やはりリーグによってかなり違いがあるんでしょうね。やっぱりパリーグの投手は結構力で押してくるピッチャーが結構多いんで、まあ、パリーグはセリーグはどっちかったらその打者の弱点をついてくる、はい、そういうピッチャーが多いんで、その辺でまだ戸惑っていると思うんですよね。だから思った以上に変化球が多いんじゃないのかなというふうに自分は思っていると思います。森本倒れてワンアウト、3番の金城です。バットが出たかりましたが止まっています。そして5対と3人ずつで攻撃が終わっているベイスターズ。2点は先行しましたが、若松さん、4回5回3人ずつ、このまま増渕が抑えていくとまたゲームの流れも変わってきそうですからね。そうですよね、まあ、ですから4回からずっといいピッチングをしてきてるんで、このまま乗っていくやっぱり野手も結構やっぱりそういう三者凡退で切り抜けてくれると次の打席に入るときに余裕を持って入っていけるんですよね、はい、ここはどうだ、レフトの前に落ちました。レフト雄一の前、今は外野手としてはどうですか、難しい。これはね、バッテリーとしたら取ってほしいなという、そういう感じなんですよね。もう一つ前でもう一歩ですよね、はい、もう一歩はやっぱり早く出れば楽に取れた、そういうトレードだと思うんで、雄一は、まあ、なかなかゲームに出る機会が少ないというのもありま す、ね、あとは結構ファーストの方がね、雄一もうまいんで、まあ、でも今のボールは取ったんじゃないとダメですね。ワンアウト一塁で4番の村田、今日3打席目、ここまではまだ快音聞かれません。村田は第1打席はアウトサイドのまっすぐ見逃しの三振、前の打席抜けてきた変化球捉えきれず、キャッチャーへのファウルフライに倒れています。引っ張ってファール。この打席の村田の考え方ですが、若松さんはどう見てますか。一
自打線もね、これアウトコースのね、あの意表ついたまっすぐですよね、あの見逃し。あの3打席が2打席目はこれインサイドの多分フォークボールだと思うんですけども、はい、それはあのキャッチャーフライですよね、でこれやっぱりあのランナー今ワンアウト1塁で、いるんで、はい、あとシュート気味に放ってくるというね、ゲッツを取りたいというそのバッテリーの読みの、あの配球を読みながら今放ったと思うんですよ。なるほど、はい、まあ、ですからこれここに組まれるまではこのインサイドを狙っていくんじゃないでしょうかね。ツーボールワンストライク引っ張ってさーっとサード宮本取れない取れない、一塁ランナー金城は一気に三塁を回った回った、一気にホームへ帰ってきました。ベイスターズ3点目3対0、ヒットというジャッジ、三塁線を取った打球、思い切って引っ張ったこの打球、サードの宮本抑えることができません。そして一塁から一気に金城が帰ってきました。いやー、今の宮本の表情、宮本なら取れるかなという打球にも見えましたが、ちょっとあの中途半端だったですね、宮本もね、打球もちょっとあの非常に良かったんですけど、名手らしくないですね。難しいこのバウンドではありましたが、ですけどね、あれを平然とこうさばいて、はい、一塁に放ってあげるのが宮本なんでね。まあでもやっぱり今はインサイドのフォークですけど、多分フォークだと思うんですよ。でもそれをやっぱり狙われましたね、インサイドね、思い切って引っ張りましたね、はい、4番の村田にタイムリーが出ました。ベイスターズ3点目。さあここはゲーム中盤6回増渕は踏ん張りどころを迎えました。ここはあの川崎さん、はい、もうピッチャーとしては大事な大事な場面ですね。そうですね、まあ、常にこう大事な場面が続いてますけども、もうこれ以上は本当にもう与えてはいけないので、まあ、なんとかここは本当に踏ん張りどころですよね、はい、あの半端にしろ、まあ、次の回答にしろ、もう全力でいくことですよね、はい、ここは全力で抑えに行きます。増渕全球勝負ですよ、はい、一球ももう抜く球はないですね。そういう場面です。ベイスターズとしてはさらに点を加えたい、突き放したい、そういう場面。5番のハーパースイングです。ハーパーは前の打席でフォークボールで攻められて、最後はセカンドゴロに倒れています。神宮球場上空現在風はほとんど吹いていません。引っ張ってこれは右へ切れていく。スワローズバッテリーが追い込んでいます。とにかくこの場面全力で抑えにかかります。増渕サインが決まった。フォークボール、セカンドゴロ、二塁ランナー村田は三塁へ進みます。ツーアウト。これから6番の内藤との対戦になります。三塁ランナーは村田です。4回5回と3人ずつで抑えられていたベイスターズ、この6回追加点を取りました。3対0。
さらに突き放せるか。この場面は増渕対内藤。6番の内藤は今日2打席2三振。前の打席はまっすぐを見逃して三振に倒れています。内藤追い込みました。どうでしょう川崎さん、もう一球今の球でという考え方にはなりますか。うん、そうですね、今の球をもう一球投げれば、はい、かなりそういう確率が高いんですけどね。コントロールできるかどうか。あとワンバウンドになった。ワイルドピッチになってしまいました。三塁ランナー村田ホームイン。ベイスターズ4点目。険しい表情の小川監督。あ、だからフォーク投げるのがやっぱこれは怖いんですよね、はい、ランナーサードっていう時はね。今のはいわゆるこう引っ掛けてしまった感じなんでしょうか。そうですね、やっぱり低め低めという意識が高いのでどうしても叩きつけてしまうんですよね。増渕今日の100球目。内藤は三振に倒れました。しかしワイルドピッチもありました。この6回ベイスターズ2点を加えて4対0としています。